仲良くね勉強してるんですけどね、珍しいやり方してるな。ここ二人で机に座ったらいいのに横に座ってんの。勉強終わったら夜ご飯よ。はい、何の今日ね、ちょっとね、まだピザ食べようと思ってるんですけども。好きやろピザ。好きやピザ。あのね、ピザでね、うん、なんかドミノピザからさ、46センチのピザが出たんだって。好きなピザを46センチにできんねんて。どれくらいかわかる ?46 センチって。そんなん。いっぱい落としてるよ。めっちゃでかいサイズにできるから、それを頼んでみようかなと思うんですけども、どうでしょうか。はい、はい、家族で食べて。いいでしょう。で、あれだね、これなんか聞いたら、あの、でかすぎて、宅配できないんだって。だから、あの、バイクに入らないんだって。だから、お持ち帰り限定らしいから、パパ取りに行ってくるわ。じゃあちょっとパパね、ピザ選んで、はい、で、買いに行ってきます。はい。パンの耳変えようか、今回。前回パンの耳普通やったからさ、チーズ入ってるやつにする？チーズ？うん。チーズ？うん。じゃあそれにしますわ。ほい。じゃあ買いに行ってきまーす。はい。はい。お願いかい。デデン！ショージャンボです。はい。これ普通の M サイズね。よし、じゃあ。これ宅配できないわ。これすごいよ。一回りどころの話じゃないもん。この今日ちょっとかわいいシェイクたち。女子はスイーツがないとダメ。そうよ、いや、いいよ。はいよ。3、2、1きたー。うわー、でっか。こちらもさすがにすごいな。ハワイのやつじゃん。前頼んだ5種のチーズフォンデュ加えたやばこれ。ちょっと待って、こう見たらこれ見たらさ、M サイズがなんかミニサイズみたいになるよね。あ、うたくん、うたくんもう、うたくん桃をいただいてます。うたくん口いっぱいですよ。おでかっ。これはすごい。しかもですね、なんかさパンの耳にチーズ入ってます。わっ、こっち。はい、え、確かに膨れてると思った。これから見るとさ、うん、これがちっちゃい。いや、ほんまにミニサイズやで、こんなん。これさ、前頼まへんかったよね。そうそう、超美味しそうじゃない、うん、だから、買っちゃいました。私はバニラ。プレミアムシェイクね。これさ、本当にアイスと牛乳でだけでお店で作ってるって書いてあった。あ、そうなんや、うん、だから、絶対美味しい。味は、うん、いちご、バニラ、チョコ。そう、リッチチョコレートとリアルストロベリー、バニラドリーム。飲んでみたら。飲んでみて。いきましょうか。あ、いただきましょう。じゃあ、せーに、いきますよ。せーの、いただきまーす。お、万歳だって。万歳してた。いただきまーす。はい、まずじゃあ、みゆさん、これはいちごシェイク。そう、リアルストロベリー。今まで飲んだ中で一番美味しいよ。本当？本当？アイスと牛乳だ。濃厚だし。それは美味しいわな。本当のシェイク。本当にやばい。うん。めっちゃ美味しい。お兄さん。でももうちょっと飲ませて。ガトーじゃないやつ。ジン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 。食レポもできてますやんかもう。じゃあ、おと。はい、おとさんお願いします。こいつは。美味しい。美味しい。シンプル。いただきます。パパ、すいません。早速すいません。このあの美味しい生地にチーズ、キチーズを、え、キチーズを食べます。お皿からもうはみ出てますからね。もう、ね、もういただいちゃってるよ。はいはい。パパそこ置いて指示して。ここ割れてるってことだ。ここ割れてる。え、どういうことやそれ。めっちゃ美味しい。ね。私のおすすめ、これね、ミユ、うん、そう前と同じ、クワトロにハッピーやったかな。ミユちゃんは照り焼きが好きで、ミユはこのスーパーロニが好き
だからこの4つ入ってるやつが一番いいのよ。これが一番よくって、うん、結局前回と同じラインナップになりました。で、音はこれが美味しかったのって、このじゃがいもが、チーズフォンデュクワット、バッファローリング。じゃあ私が振ります。バッファローウィングウィング、これも美味しい、たまんないやつ、うん、でもさ、うん、こうやって普通こうやって片手で食べるけどさ、もう両手ぐらいしかさ、こうやって食べないやつ、たたんで食べなあかんぐらいの感じ。グラムで食べたのは分かった感動だ、うん、これシーザードレッシング。お姉さんどう？おいしい、めっちゃおいしい、めっちゃ。これはパパのね、ビール要因です。はい、こちらはおう、アップルパイ、ふーちゃん、これふーちゃん、あとでデザートに、うん、こっちはさ、パリパリ生地なんだね。あ、そうそうそう、ドリームピザさ、生地めっちゃ選べるから、いろいろすごいパートね、めっちゃある。耳の中にすごいチーズちゃんと入ってる。見せて、どうやって作ってんの、そしてチーズをここに並べて折り返してる、ね、でっかこれはでっかいわ、パパの顔のふーが出た、ふーちゃん、ふーちゃん出た、ピザピザ、ふーちゃん、ふーちゃん、ふーちゃん、またあれ、あれ、ピザピザに、ピザ、ふーちゃん、ふーちゃん、これからピザ食べる企画は、ピザピザ、ふーちゃん、うたくんのピザピザ、ふーちゃん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 、チキンもさ、うん、カリカリそうじゃん、めっちゃ美味しい、ね、そう、チキンコンボしました、今回これは、うん、なんか多かったかなと思ったけど、チキン全然食べますよ、まだいるぐらいだ、全然食べる。衛生がある人はめっちゃいい音なるよ、ほんと、うん、サクサク手に当ててる、ねえ、の真似してるちゃん、どう、ほんとちゃん、小学校お友達できた。13人は、うん、こうやった16、17、18、19、20人の友達が、なんかこの間6年生のお友達できたって言ってた。うん、2人でした。あ、まあ、3人だ、だから23人。すごいすごい、みゆ、今のところさ、おとちゃんと遊びみたいしてないの？しょっちゅう行ってるよな、ミュー、音の教室はミュー。あ、そう、通りかかったら、あ、ふぅーふぅは、音ちゃんのところ遊びに行ったりしてないの？行ってないよ。あ、行ってはないけど、中休みとか会うときは。あ、そうだ、あの、外でね、校庭で会うときは、うん、ね、いちごが美味しい、ね、そう、ね、あ、うはじゃあ、キムタマジ美味しい、これね、ペパロニと、うん、このセリアッチョのやつは本当に美味しいです。すごいな、こうやって見たら、こうやって、こうやってミニサイズ、こうやって見てこれが通常サイズやからな、 M、 M、 これ M、 M 通常サイズいいですね、ボリュームいっぱい、パーティーには最適じゃない？パーティー盛り上がるの、うん、盛り上がる、あれだね、ピザあるとテンション上がるな、みんな。パーティーで拍手。小学校さ、3人で行ったりするとさ、はい、それぞれのお友達とか仲良くなったりするの？うん、おとふーのね、お友達と仲良くなったよ。あ、ほんと？うん、いっぱい。そういうのいいね。パパ、あとさ、クラスだけじゃなくて、違う人ともさ、うん、違う人の人とも、ミュウのさ、友達とも友達だし、ミュウすごい。あと、おとちゃんすごいね。あとなんか、あの、誰もないクラスの人とも友達なった。おとちゃんは本当にね、社交性がすごい、コミュニケーション能力がすごいです。何それ、誰とでも仲良くできるっていう最高の人です。イエイイエイふーくんどうですか、おいしい？ありがとうございますこのペパロニのチーズピザにもうボトボトになるぐらいチーズ美味しそう、タバスコをかけて食べるのがパパです。顔赤くなってピンク、あ、
味がしますもん。持ち帰り半額はめっちゃいいよね。いいよ、うん、これさ、シェイクだけのお店出してほしい。確かに、わかる。シェイクだけさ、うん、若者たち買いに行って、買いに行ったらいいよね。すごい、外国のハリウッドスカーが喋ってるみたいな。ブチャ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 、ごちそうさまでした。イエイイエイ。さあ、今回ドミノピザの46センチのピザ、これ期間限定なんだって。5月16日までなんですけども、まあ、あのゴールデンウィーク、みんなさ、やっぱりみんな集まったりすること、まあ今はコロナやからなかなか集まれないですけども、家族とかでね、そう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 、なんかパーティーしてみたらいいんじゃないでしょうかということで、あ、ちなみにそうだ、ザ・ウルトラジャンボを頼んだ方にはですね、オリジナルピザカッターがついてきますので、そうなんですよ。スイ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 、やっちゃって、やっちゃって、ゆっくりやった時にやっちゃって。はい、うたくんも、うたくんも美味しかったですか、最高。おっきなピザ出た。すごい、おっきなピザ食べたって言ってた。ちゃんと感想言ってるやん。もう本当にもう喋った。ムー君ががっつり喋るね。やっぱりさ、うん、やっぱりみんながさ、めっちゃ喋ってるから、うん、もう本当に上手くらい喋ってるでしょ、こっち。そう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 、だからもう、いろんなとこ見てるみんな。いや、さじまい仲いいな。これからもやるけどね、定期的にピザパイ。でもみんな固定されて、もう多分頼むも一緒になってきそうです。そうそう。でもね、今度はね、冒険したい。今度はね、グラタン風食べてる。ああ、いいね。今度ね、ピーで、今度ね、照り焼き食べてる。ピーで、ピーで。あったのに。今回新しく知ったのは、シェイクめちゃくちゃ美味しい。そう、めっちゃ美味しかったよね。シェイク美味しかった。というわけで、はい、またピザパーティーしましょうね。はい。5月16日までか。もう一回くらい頼んでみるか、これ。頼むよ。行きましょう。ということで、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。ゲームまた見てね。バイバーイ。おはようございます。ピザピザいいだな。ピザピザ。マリキス。美味しかった？ピザピザ。ピザピザ。